と。大丈夫、ティファリア。そっちの君も、そんな姿で人間の足元を走り抜けたら危ないでしょ。ごめんなさい。君一人？親とか家族は？その一人で町に来たばかりで。そっかそっか。向こうにシアーズって店があるんだけど、見えるかな？そこへ行って待ってて。店員にリアンに言われて来たって言えば伝わると思うから。ああ、安心して。店員もみんな厳重だから。ちょっとだけ。なんでって、こんな距離で君のこと見られるなんてめったにないから。役得だな。このままさらっていけちゃいそう。もうティファリアって、こんなところにほくろあるんだ。いったー。